大元かな、渡辺登用のストレートなんだ。清原を甲子園で日本三振、古田が来たよな、出てきたよな、うんうん、まあ、谷繁が出てるよな、はい、あの頃の反響はやっぱりアウト取れるとこがない、うん、今までの野球界で森さんが関わってきたその何十年かの野球界でのピッチャー誰キャッチャー誰という古い人で今の人でもいいわけね、はい、まあもう昔の人はもうね、あのそういう昔の人、あ俺も昔の人って言われたけど、まあ俺たちが一緒にやってた頃からね、今まで俺がコーチ監督やってた連中、そうだね、ピッチャー、ピッチャー、ああピッチャーいっぱいいるけどね。いや、俺はやっぱりあの中ではやっぱり大元かな。あそう。うん。大元を見た時はこれちょっと日本人の今の中のあのスライダーではなかったな。ああスライダーで146してる。そう。あのだったらもっと速いやつ投げるボールとかそんないっぱいいるけど。うん、あいつ方があの真剣に投げないやつだったから。そうでしたね、手抜いて投げてましたから、うん、ここっていう時のあのあれは大元って言ってもいいかな。それはボールの質とか、そうそう、もちろんよ、あの150投げた160投げた、それは何キロ出たか、あの頃だったら約、まあ、52、3は投げてたかも分かんないけど、そんなもんだけどやっぱり、ね、横から見てのね、スピンかかったボールとこの 横から見てもまっすぐなのかスライダーかシュート、通信にしてもそうだけど、まあ、フォークは大したことなかったけど、あのボールの切れはね、まあ、俺の中では、俺が理想として求める中の一つの、ね、球筋だったかなっていうのがある。なるほど。まあ、その辺はね、あとはね、もうどうしてもここ離れないけどね、渡辺登用のストレートなんだよ。僕もね、審判に聞いたことあったんですよ。渡辺登用、郭大元、渡辺さんの工藤。あの言いましたけど、審判員は誰がうちのピッチャーで一番いいんだよって言ったら渡辺富美男だって言ましたよね。俺もね、まあ、鍋とか工藤、まあ、よかったよ、それはね、もう全体まとめたのはあれで、そのボールの質っていうかね、求めて練習をさせる球筋、2人とも、俺がピッチング越しやるんだったら、これをボールをまず投げれたら、他のボールもいろんなボールも投げやすいだろうなって、理想のボールだよな。ストレートだけよ、ストレートだけ、はいはいはい、このあれはね、富雄のストレートを見てた時にあっと思ったね。清原を甲子園で 4三振取ってるんですからね。まあでもあれは全部ボールだけどな、はい、ボールに見えるっていう高さがすごいね。ああもうボールだと思って諦めて低めがストライクに入っちゃう、低めが伸びて、ああストライク来たと思って振ったらみんなボール、これ理想でしょう。なるほど。でこれはだから一流のピッチャーと俺が今言ったんだけど、理想のピッチャー言ってるだけだからね。それはもう他のその素晴らしいピッチャーいっぱいいたかもわかんないけど、俺の目線で言うとこの二人のなんか離れないんだよな。あの大輔がその後来たから、あの、はいはい、あれもまた違う俺の中ではね。あそう。まだ富雄のあれだな。なるほどね。今だってね、だ早いやつはいくらでもいるからな。でもやっぱりちょっと違うのは、と言って言われたらまとまりの言ったのは大元かな。キャッチャーもこれしょうがないだろう。しょうがないでしょ。誰よ。みんな誰を言うの。いや、いろいろですよ。まあ俺はだから出会った中ではまあ、一番初めはまあ伊藤勤だわな、その前にいろんなキャッチャーいたけど、俺がプロに入ってからのあれはもう伊藤から勤からのチームではね、まず勤だろう、まあ、古田が来たよな、出てきたよな、それでまあ谷繁が出るよな、はい、でもこのバッティングだけ守るなことを考えたら誰になるの。まあ彼らはずっとね、伊藤でも古田も谷繁も長くやってましたからね。そうだね、そこだからもうずっと長く、俺がいた時にそのチームずっととかさ、そういう感じだからね。まあ俺はこの3人の中でって言ったらやっぱり古田になっちゃうんじゃないかなと思うんだよね、打つ方を考えたりね、的にね、だそれは今の古田でもその好き嫌いがあるからね、あれだけど、でも ピッチャー投げる側からすると谷繁ってのもありかなってのは俺はね。まあ、あれだけバッティングでも結局2000本打ってるんだからな、そうですね、長くやってたわけだし、はいはい
あいつもいろんな話はなんかしたことはいろんなところであるけども、いろんな理念もいろんなことも、あの落合博満でさえも監督は谷繁がいいんだっていうぐらい言ったぐらいだから、だからそれは何かあるんでしょうけどね、まあ、お互いいろんなところでぶつかったりなんかそういうことがいっぱいあったけどあの俺もそうだし谷繁ともそうだし落合ともそうだったけどね、でもやっぱりそうやってどっかでは合意するところあるし、なるほど、やっぱり考えてくるところは似てるかもわからない、やっぱ変人はあの変わってるもんは変わってるもんどうしてるのもあるから、もう俺も変わってれば落合も変わってるかもわからないし谷繁もそうやって言われちゃうかもわからないしな、はい、でもそれはやっぱり野球やってたらそういうことはあるかなと思うし、そうファーストファーストいっぱいいるけどね、もう俺だからね印象バーンと出てくるのはどうしても清原なんだよ、これどう見てもあれ高校出てきたら1年目じゃないだろうあれ、ね、まあそれもあるし、まあ、田淵さんもファーストやったって言えばそれまでかもわかんないけど、大貞治は王さん、貞治、王さんなんて言ったら別物でしょ俺もあのオープン戦で2打席対戦した それぐらいしかないもん、おー、うん、まあ、もちろん中島さんなんか当然ないわけでしょ、俺たちはないわけだから、はいはい、その王さんはね、入った年にね、前橋かどっかでね、やったよ、キャッチャー野村さんで、ルーキーの時にね、であの全部変化球のサインが、カーブ、まあ、カーブから入ったと、カーブ投げて、スライダー投げて、まあ、それで、結果的には、まあ、結果を抑えたにしてもね。また2打席もなんかそんな感じだったんだよ。たらあの言われたもん、王さんに。変化球しか投げれないのか。へ、うん、俺に直接言ったわけじゃないよ。うん。うん、そしたら、あの、ノムさんが、俺が出してんだとか言ったら、ね、まあ、そりゃそうなんだけど、俺はまっすぐ投げたいけど、俺だって首振れる立場じゃないし、あの時、1年目のね。うん。まあ、その記憶は覚えてる。壊すとね。まあ、あの、パ・リーグの場合は DH があったからな、ね、誰がファーストでとかって言われるとあれだけど、やっぱそうですね、清原が出てきますかね、うん、ものすごいいい4人もね、もちろんそれがそこが落合もファーストいたって言えばそこまでだけど、そこ落合さんね、そうなっちゃうんだけど、あ、もっと言ったらブーマなんかそうだもんな、逆に、ね、怖かったねブーマもセカンドは、まあ、セカンド、セカンドね、俺から言ったら、俺がもし投げてもらったら広島の菊池みたいなの、ああでもちろん打つ方がどう2番バッターとしてとか1番バッターとかって言われてるけど、そんなに大きなイメージの俺2番バッターっていうのは、あ、2番までセカンドっていうのはいないんだよな、うん、どうしてもあの投げてて守ってくれて、ああいうセカンドがいいなと、ファインプレー連発、うん、それは見てて楽しいしさ、うん、あ、抜けたと思ったら追いついたと思ってたらアウトにしてくれるとかね、そういうのは面白さあるけど、あとだってセカンドって言ったらやっぱり打たないといっぱいいますからね、今の僕ら朝原なんかもいいなと思うしね、勝負強いし、ああ、じゃあ高木森光さんも良かったか分かりませんし、いや全然見てないから、ね、そう、そうなるんだよな、そうか、やっぱりピッチャーの立場から守ってくれるショート、ね、セカンド菊池、だってあと打てるんでセカンドって昔はいた、無理やりそう打つためにセカンドに置いてるっていう人はいたかも分かんないけど、印象的に2番バッターって山崎さん、いや2番セカンドバッター、セカンド山崎ひろゆきさん、山さんいや、でももう俺たちの時はもう年齢的にももうそうですよね、もう33もう峠を越えてましたね、来てたからね、うん、そんなにイメージはないんだよな、あんまりそういえば僕らの時も内野はいなかったですね、セカンドってたらみんなどこも困ってたでしょあの頃、うん、オールスター出る時にセカンドってたら誰がいた？僕らの時は大石大二郎、ね、あ、そうでしょう、はい、まあそれだったらもうずっと菊池だもん、俺は、が辻かですよね、うん、あ、そうだろう、辻ね、うん、そう、本当にセカンドってあんまりあの頃からね、守るだけとか、うん、そういう人が多かったし、あんまり目立たないよな、うん、サードこの辺になるといっぱい出てくるよねサードこうやって言うとあんまり出てこねえもんな、いやいや、ミスターのイメージが強すぎるんで、そりゃ、うん、誰でもそうやって言うでしょう、そのテレビ見てた時とかね、そういうのをその知ってる時代であればよ、加計さんは、ああ加計ね結局落合はどこなんだって落合さんファーストなんじゃないですか、やっぱりファーストなの、僕入った時落合はセカンドやってましたからね、ロッテの時、俺を見た時サードやってたなでも長いことはファーストでしょ、
ずっと案外と。岩田さん案外そう、うん、有藤さんがサード。サードだろ、うん、それを抜いて落合が入った。有藤さんどこ行った。いやいや有藤さん落合さん、いやショート水上。いやフォワストはだってリーがいたもん。あリーさんね、うんうん、だから落合さんがあの有藤さんを抜かさないために一生懸命、うんうん、邪魔していろんなことを生かして、うん、セカンドやらされセカンドもやってましたやろ、はい、まあ DH ってとこだよな、うん、置くとすればな、うん、そうなのよ、うん、そうするとサードってなかなか出てこないだろう。俺たちに誰がいたかなと思って。サードまあ松永がサードに。あ松永ね。そうですね昔はやっぱ松永ですかね。今は大変わりかな。原かノリもそうか。ノリをサード？中村のサードですね。なあ、うん、でもなあそこじゃちょっとまだ落ちるもんな。まあ、名前から言ったらあれですかね。辰野リ。辰野リか。うん。なんかの10年代っていないんだなあんまりな。じゃあ原おかわり。うん、そうだよな。ね。じゃあ次ショート。やっぱりショートは守備だもんな。うん。ショート。まあ石毛君を基準に考えない。いや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 。僕らの時は藤田大也さん、大橋さん、僕が入った時はですね、1年目、2年目ぐらいは、はい、あの大橋さんというのはすごい騒がれさ、もう大学で、ね、アジオでしょ、うんうん、って言ってたやん。え、大学の時やってないやってない、入れ替わり、入れ替わりなんだけど、もうそういう話は聞いてるから、見てたりはしてたけど、それは守備、まあ、でもあの頃、バッティングもすごくて騒がれてたんだよ、ね、で結局プロ入って、守備の人になっちゃった、ね、守備の人なんだ。僕らの時代はあんまりショートいなかったですよ。ショートは高城さんだったり、そうだよな、水上だったり、弓岡、はい、みんなどこもそこ困ってたんだよ、はい、みんな、はい、大型だから、うん、八なんか入って一番そうでかく大型の仕事っていうのは騒がれ出した頃だから、はい、いても本当途中からすぐ変わるとかな、うん、あとは僕らの下で言うと井端だとか田中島、まあ、松井和夫が来た時は二軍画像昔ピッチャーの時な、うん、入ってきた時2軍、うん、ちょうど2軍、うん、身体能力すごかったんでしょ。すごかった、うん、やっぱりもう走るにしてもあの、まあ、打つとしてはあのそんなにまだなあれだけど走ることに関したりしたらすごかったね。肩はやっぱピッチャーやってたから、うんうん、もう根本さんも初めからもうピッチャーじゃダメだ使わないって言ってたからね、うんうん、でもあの頃みんな取ってくるのピッチャーばっかりだったもんな、うん、ピッチャー出身、はいはいはい、ピッチャーで野手にする、うん、ピッチャーやったことのあるやつで、うん、肩が強くて足の速いやつっていうのが結構いっぱいいたきてる、うん、まあ今はやっぱ坂本か。あ坂本そうそうだって坂本と京田あたりが、ね、言わされるぐらいだから、はい、そんなにやっぱりどこもいないんだよ、うんうん、だから外国人に手つけたりするわけだけど、うん、外国人だって賞取ったらなかなかいないやないか。難しいですね。守りだけってヤクルト期待してたってもそんなに打てるわけじゃないけど、うん、それは期待してないだろうけど、うん、まあそこをだからあのセ・リーグの場合はそのショートとキャッチャーを埋めればな、うん、埋めないとピッチャーを含めてもう3アウトがダメだもん、うん、7、8、9が、うん、1イニング捨てるようなもんだもんな。それは立つがあの言いたいの分かると思うよ原が、うん、DH 制にしようっつってるな。だから打てるキャッチャーとそこそこ打てるショートがいればな、うん、だから逆にジャイアンツは坂本がショートにいる間に何とかすればの、うんうん、いい打線は組めるはずなんだけど、うん、外野3人外野外野いっぱいいるでしょ。まあまあ外野手ってのはやっぱセンターはもう当然しょうがないよな、うん、俺なんかにもしたらもう福本さんってのはもうこれはもう一番の福本さんとかもうどこいつまで言ってても俺は外せないよ。豊かね100盗塁したんだからねすごいよね。あとは最近ね鈴木誠也とか秋山浩二だとか、うん、そうだ秋なんかが入ってくると思うんだよな、うん、イチローは入れていいのかな日本の野球に。まあ、俺は入れなくていいと思ってる、うんうん、もうまあアメリカ向こうであれだけ騒がれてる人日本にわざわざ入れる必要もないし、うん、福本豊か秋山浩二あとホームラン待ったよ、まあ、鈴木誠也ですか柳田あそうかいっぱいいるんだよ今の連中まで入れちゃうとな。どうなんか俺なんかやってる時代のことばっかりしか考えてないからな。僕は阪急の三浦田さんも好きだったんですけどね。いいバッターでしたよね、うん、あの頃の阪急はやっぱり止まるとこがないの、うん、アウト取れるとこがないの、うん、
あのせいぜいキャッチャーの中澤とかやってたけどあのあと石峰が出てきたりなんかしたからね、はい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 、キャッチャーもな、はい、あとはやっぱりあの弓岡のところぐらいだろ、はい、そうですね、で松永が出てきたりしたらあれだし、怖かったですよね、丸川のがセカンドにいたし、うん、それは普通に言ったら鈴木とかな投げたってなっちゃうもんな、ね、ホームランバッターを入れると、だってあとにホームランバッター入れるとこないもん、じゃあ福本、秋山、鈴木誠也でいいですか、そう、それでいっちゃうよ、はい、それでいっちゃうね、 DH はちなみにもう DH はもうしょうがないもん、天下の落合さんに入れるしかないさんやっぱり外国人はあんまりいたくないしね、今日本人だけで組みたいから、うん、カラダさんもいましたけどね、ああいたね、よう打たれたけど、はい、まあ右で落ち合い、左で門田、あで最悪一人置いとけって言ったら柳田置いとくか、あ、はい、左でな、はい、DH で、はいはい、1打席目にデッドボールで骨折、3日で治してバーンって折られて、ぐーっと骨と骨をね、髄液が出るってボール取れないんだけど森さんが初めて、日本人で初めて飛びる、俺と村田、そう、村田長司さん、そしてあの、まあ、YouTube チャンネルといいますと、はいはい、石毛ひろみち TV が始まりまして、うん、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる、週に2日目に書いてる OB クラブ、はい、全国野球振興会、はい、25年の歴史があるんですけど、はい、野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、はい、初代会長は川上哲治さんが言い出しっぺで、こうなってきてるわけですね、はい、で我々は人生の野球界の先人先輩の意思を受け継いで今その思いを我々がやってるところなんですけどね、でこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないっていう、はい、うん、で今のこういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよ。で、今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますから、スタートした、はい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますから、できれば石毛ひろみち TV と一緒に、ともにですね、はい、プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってます。はい。はい、チャンネル登録も、ね、お願いします。はい、お願いします。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まず。チャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。